前、心配させたみたいだな。もうちょっとマシな面になるまで会いたくなかったけど、今日じゃなきゃ伝説じゃねえだろ。でも喧嘩にはしなかったぞ。自分からは手出さなかったんだ。ほんと、もう一方的ボコボコだから俺、約束半分は守ったよな。あ、そうだよな。でもやっぱちょっとかっこ悪いな。試験はうまくいったか？そっか、よかった。本当によかった。なあ俺、こんなところ来れた義理じゃないけど、ちゃんとお前に言わなきゃな。お前と会った頃の俺は手のつけられないバカで、毎日喧嘩ばっかでさ。親も学校も周りの奴も誰からも相手にされなくて、信じられるのは喧嘩仲間だけで、だからお前が信じるって言ってくれて本当に嬉しかった。まだ信じてくれる奴がいるって。それで本気になれたんだ。自分でも夢みたいだった。お前さえいれば何でもできる。俺でもやり直せるんだって。結局大学はダメだったけどな。諦めない、絶対。何年かかっても。だから。なあ、もう一度。もう一度だけ、俺を信じてほしい。来年は、必ず受かってみせる。それまで、俺のそばにいて、頑張れって言ってほしい。信じてほしい。俺はお前が好きなんだ。いて、いや、別に。それより、今のキスって、つまり。
び合った。すっげえ痛い。だからほら、キスだろ。もう一度、今度はゆっくり。嫌なのか。じゃあさ、じゃあいいんだな。しても。待てねえよ。愛してるから。